はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の解と係数の関係丸7をお送りします。で、このタイトルもね、もう7本目とだいぶやってきましたけども、で、今回はね、前回とちょっと似てるんですけど、それの少し応用的な問題を2問取り上げていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、2つね、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、1つね、ちょっとお願いがあって、今、この2問をね、まあ、確認してもらった時に、ちょっと分かんないなと思った人は、ぜひ、前の動画をチェックして、そこを理解してから見てくださいの方が、何やってるか分かんなくなっちゃうと思うんですよね。前回の知識をかなり使うので、もしよかったらね、そっちの方を確認してから見てみてください。で、まず1番は二次方程式があると。 x2 乗 -m-1x+m+6=0 です。で、こいつがね、共に2以上である2つの解を持ちます。2つの解があるんだけど、それが両方とも2以上なの。2以上で、その時に m の値の範囲を求めようとなってる。で、なんで前回の動画を見てほしいって言ったかというと、前回は2つね、その異なる2つの解がありますと。で、それが2つとも正の時、2つとも負の時、if 語の時ってやったでしょ。で、それと似てるんです。で、どう似てるかっていうと、例えば前回の動画の丸 ① 2つとも正っていう問題は、言い換えると、不正っていうのは、0っていう基準よりも大きいんだよね。0が基準で大きいものが正なわけじゃんか。で、今回は、0が基準ではなくて、2が基準になってる。2っていうものよりも、両方とも2以上だから。ちょっと大きいと以上がね、ちょっと関わってくるけど。いいかな？なので、基準が変わるっていう。で、実は2番に関しては、1つは1より大きくて、もう1個が1より小さいから、1が基準になるんです。いい、基準がちょっと変わるっていう。で、どうやってやっていくかっていうと、1番。まず、前回と同じく3つ条件使います。基本的には。で、1つ目は D です。で、今回は2つ解があるんだけど、異なるっていう言葉が入ってないんです。だから、重解の時も OK になってしまうので、大なりでイコールが入ります。これ気をつけてね。異なるが入ればイコールは抜きます。重解はダメだから。異なってないからね。で、次なんですけど、次が、もともと前回の動画だったら、アルファ足すベータが0より大きかったからこうなったんだよね。2つの解が0より大きいってことは足しても大きいでしょってなったんですけど、今回基準が2になるので、これもね、覚えちゃうといいです。基準が2だったら、アルファ、名前違うよ。アルファとベータではなくて、アルファマイナス2と、ベータマイナス2を使います。基準が2だったらこう使うんです。ちなみに基準が1だったらアルファマイナス1になります。基準がマイナス2だったらアルファプラス2です。ベータプラス2ってね。で、これが2以上なんです。以上だから、こうなります。ここは0で OK です。いいかい？こうやってやっていく。以上なんでイコール入れてね。前回は大きいだったからイコール入んないんですけど。大丈夫？で、なんでこうなるかっていうと、これね、2つの解が2以上じゃんか。ってことは、ここに2を入れても0と0、2以上ってことは基本的に不正と正になるんだよ。両方とも。だから、正と正を足したらもちろん正でしょ。ただし、2以上なので、2になっても OK。だから2と2になれば0になる。だからイコール0は含まなきゃいけないよっていう。ただ前回の、まあ、前回ばっかり言ってごめん、申し訳ないんですけど、前回の1番の2つとも正の時っていうのは、2つとも正でしょ。正なんだよ。基準よりも右なの。その時は足したものが正、かけたものも正だったでしょ。それと同じ。基本的に2以上なんで、2って基準よりも大きいものだから、だから足したものが正、次に書くかけたものも正になります。ただし、以上だからイコールが入る。基準が2だから使うものがこれに変わると。いいかな？こんな感じでやる。で、もう一個条件ね、さっき言ったようにかけたものだから、ここも α-2 と β-2 かけたものです。で、これが右、大きいってものなので、これが正になると。で、正になるんだけど、
以上が入るから高校もイコールが入って大なりイコールになるよと。でこの3つの条件をやっていけばいいんです今から。でこれも一応説明しとくと、2以上でしょ、解が2と2を入れれば0です。 0×0 でね、どっちかが2でも0になるからさ。でここにプラスじゃん、2より大きい、2以上だから、だからプラスとプラスをかければ絶対正になるよっていうでやって、あとはね前回と同じっす。1番 D ダイナリー0、あ、ごめんなさい、ダイナリーイコール0ねより、で B2 乗マイナス 4AC なので、こいつの2乗どうせプラスになるからちょっと暗算展開しちゃうよ。 M の2乗マイナス 2M プラス1です。ここね、 B の2乗マイナス 4AC なんで、マイナス 4M マイナス24で、今回ねすげえ入らない気がするんだけど、ちょっとがこう頑張るか。でこれ整理すると2乗をマイナス 6M マイナス23で、これね因数分解でもできないと思うので、一回これ解を求めます。あの解の公式使って、これイコール0だと思って解を求めると、後で消しちゃうけどね、 M イコール、B' が使えるから B、A 分のだから1分の B' プラスマイナス B' の2乗マイナス AC だからプラス23、ルート32なんで、4ルート2か。だから3プラスマイナス4ルート2です。解は3プラス4ルート2と3マイナス4ルート2になります。2つね。で、左に口が開いてるから、それを使って、M、まず、ちっちゃい方の答えだから、3マイナス4ルート2と、3プラス4ルート2、小なりイコール M と。こうなります。ちょっとね、ルート入ってるんでめんどくさいんですけど、これがまず1つ目。これがね、合ってるよね。大丈夫ね。で、次2番、ここっすね。アルファマイナス2、プラス、ベータマイナス2、ダイナリーイコール0、より、で、これは普通に計算すると、アルファ、こうやって展開するだけね、カッコ外すと、こうなるでしょ。で、ここでポイントで、アルファプラスベータっていうのは、ここがね、係数が1になってるんで、ここの if 号と同じでしょ、アルファ足すベータっていうのは。だから、それをもろに使う。これの if 号だから、m マイナス1です。今まで使ったのと同じね。だから置き換えると、m マイナス1、マイナス4。で、こうなる。だからちょっとね、書くとこ、ケチりますけど、持ってくれば、5と、m ダイナリーイコール5になります。これが2つ目。3つ目、厳しいかな。ここに数直線入れたいから、こっち行こうか、3番。見にくくて申し訳ないんですが、ここで行こう。ごめんね、見にくくてな。3番。で、今度これ。かけたものがダイナリーイコール0。より、これ、普通に全部かけて展開すると、アルファベータでしょ。で、次ちょっと暗算いくよ。こことここで、マイナス2アルファ、マイナス2ベータです。だから、マイナス2でくくると、こうなります。マイナス2アルファとマイナス2ベータをマイナス2でくくったんです。で、最後、マイナス2とマイナス2をかけて、プラス4となります。で、なんでこんなことするかっていうと、結局さっきと同じで、アルファ足すベータとアルファベータにしないと変えらんないんだよ。M の方に。で、こっから持ってくると、アルファベータっていうのは、ここの係数が1だから、これと同じものになるんだよね。なので、M プラス6と置き換えられます。アルファベータは。で、アルファ足すベータはこれの if 号、さっきと同じなんで、M マイナス1になる。で、マイナス2を配るから、マイナス 2M、配ってプラス2。で、プラス4。で、こうなります。で、あと計算していくと、待ってね、マイナス M になるでしょ？で、12がこっちに来てマイナス12。で、マイナスで処理するから向きが変わるので、小なりイコール12と。こうなります。これで3つ終わったから。あとは数直線の上に乗っけて、ね、どこかって確認すればいいと。で、この数直線もちょっと注意が必要で、さ、どこまで入る？どうしようかな。この辺から行こうか。
入ってる。あ、いけるね。で、まず、ルートが入ってるものって俺基本的に最後にやるので、ここからいきます。M が 5以上か。なので、5と12だから5左側にしてこの辺にしようか。黒丸だね。5以上。こうなってる。入ってる。大丈夫ね。で、次12以下なんで、まあ、この辺にしとこうか。12、高さを変えますよ。以下。で、なんで最後にルートを持ってくるかっていうと、例えば3、あ、ごめん、生った。3-4ルート2、これどこっていう。この場所を間違ったら全ておじゃんになってしまうので、いい？で、ちなみにルート2っていうのは、人よ人よに人見頃なんで、1.4、まあ、1.41 ぐらいですよね。だから、まあ、暗算ね、1.4 だと思えば、4×1.4 で 5.6 でしょ。で、3-5.6 だから、これ、負になるんだよね。だから絶対5より左側にいるから、まあこれは場所はいいです。5より左が間違ってなければ問題ないから、4ルート2この辺だと。で、以下だからこっちね。で、3プラス4ルート2はさっきも言ったように4ルート2 5.6 ぐらいです。大体で、3たす 5.6 で 8.6 ぐらい、大体で。そうすると12は超えない、でも5は超えるって分かるから、この間にいます。そこを逃しちゃダメなの、絶対。で、まあ、どこに寄ってもいいので、間だったらいいからさ、ここにいると。で、それが、3プラス4ルート2。で、こいつと高さ同じで構わないので、こうだね。で、こうやって丁寧に書けば、3本あるのは、ここでしょ？ 3 プラス4ルート2から12までってことがわかるので、答え。3プラス、4ルート2、これ両方とも黒丸なんで、小なりイコールで M か、で小なりイコール12と、これで終了となります。ちょっと長くなりましたけどね、つう感じでございます。あともう1問あるけどね。で、いこうか。で、次の問題はまた二次方程式、 x2-2m なまってるな、-2mx プラス m プラス2イコール0で、この解がさっきもね、ちょっと話しましたけど、一つが1より大きいんです。で、他の解が1より小さいんです。つまり1ってものを基準に、そこから右と左に分かれる。その時、定数 m の値の範囲を求めようと。で、これ一番簡単です。前回の動画で言うところの if 号と同じになります。なぜなら、if 号っていうのは0を基準に右と左に分かれるから。だって正と負なんだもん、答えが。それと同じです。で、前回の3番もそうだったけど、 if 号の問題っていうのは、かけたものが負だけをやればよかったでしょ。で、前回そうだったね。だから今回もかけます。で、基準が1なので、今回1を基準に右と左になってるから、アルファマイナス1、ベータマイナス1を使います。で、それが負。で、大きく小さくって言ってるんで、こうしてください。イコール入れずにね。で、あとはこれ解くだけです。この一つで満たすから、全部を。で、展開すると、アルファベータで、マイナスアルファマイナスベータになるから、さっきと同じです。今度はマイナスでくくって、アルファ足すベータ。で、忘れずにね、マイナス1かけるマイナス1で、プラス1と。で、アルファベータとアルファ足すベータをここから持ってきます。ここの係数が1なので、アルファベータは後ろの定数項の部分。m プラス2。で、アルファ足すベータはこれの if 号なので 2m になる。で、マイナスがもともといるから、マイナス 2m プラス1、小なり0と。で、計算すると、これちょっとやろうか、幅あるもんね。マイナス m で3、持ってくるとマイナス3。マイナスで処理するから向きが変わって3と。いいかな。これで終了となります。こっちはね、数直線必要ないね。右に関してはね。では、今回は高校数学数2の解と係数の関係〇7をお送りしました。今回はね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回、〇8で、一応このタイトルね、まあ、終了になる予定ですので、もしよかったらね、次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。